皆さんこんにちは、しょうゆです。今回は2022年6月の29日に発表されるモーニング娘。22とジュースジュースの新メンバーについて、それぞれのグループに加入してくれたらいいなって思うハロプロ研修生をお話ししていきたいと思います。よかったら最後まで見ていてください。まず私の推しグループのジュースジュースから話していきます。それぞれのグループ2人ずつ名前を挙げさせてもらいますね。ジュースジュースに加入してくれたらいいなと思うハロプロ研修生、1人目は石山さくらちゃん。2004年2月22日生まれの18歳、石山さくらちゃんです。研修生に加入してきた時から可愛いなって思ってて、今年の実力診断テストでは誠賞を受賞しています。研修生の中でもお姉さんなんで、そろそろデビューしてほしいなって思います。先月卒業した元ジュースジュースの稲葉真奈ちゃんに憧れを持っているみたいで、ハロドリ内での企画ワンプラスワンでは真奈を指名して2人で禁断少女パフォーマンスしてました。パフォーマンス後のトークでは真奈への憧れが強すぎてめちゃくちゃ緊張してるのが画面からすごい伝わってきました。その動画を見てからジュースジュースに入ってきてほしいなっていう気持ちが私の中でムクムクと湧いてきて、もっとわがまま言うと、まなかんがジュースジュースにいる間に一緒に活動してほしかったんですけど、今回ジュースジュースに加入ってなったらまなかんと同じピンク系のメンバーカラーになってほしいです。そのままホットピンクを引き継いでくれてもいいんですけど、工藤ゆめちゃんがどさんこ魂を引き継いでホットピンク、さくらちゃんがライトピンクでもいいかなって思ってます。去年加入した有沢一華ちゃんとは研修生同期なんで、ここ2人を同じグループにはしひんかなとも思ったんですけど、2人のエピソードもよく聞くし、同じグループでわちゃわちゃしてるところを個人的に見てみたいなって思います。では次、ジュースジュースに加入してくれたらいいなと思うハロプロ研修生2人目は川島美宇ちゃん。2007年12月13日生まれの14歳。去年の8月に研修生に入ってまだ1年も経ってないんですけど、ダンスも歌唱力もレベル高くって、今年の実力診断テストでは宮本花凛、尾形梨沙賞を受賞しています。ワンプラスワンでは田中玲奈ちゃんを指名して大きい瞳を選曲するっていう度胸もあってめちゃくちゃ注目してます。モーニング娘。とジュースジュース、どちらかというとモーニング娘っぽいんですけど、ぜひともジュースジュースに加入してほしいなって思う研修生です。まあでもそうなるとみふちゃんは京都出身なんで、ジュースジュース内で関西出身のメンバー増えすぎかなところもありますね。メンバーカラー予想は赤。理由はめっちゃ単純なんですけど、名前に楓って入ってるからってことで、あの加賀楓ちゃんパターンですね。それでは次にモーニング娘。22に加入してくれたらいいなと思うハロプロ研修生を2人同時に発表します。松原ゆりやちゃんと小野田かりんちゃんです。ゆりやちゃんは2008年2月26日生まれ、かりんちゃんは2008年1月23日生まれで同い年の14歳。今年の実力診断テストでは2人一緒にベストパフォーマンス賞、同時にゆりやちゃんは歌唱賞、かりんちゃんはダンス賞を受賞しています。ベストパフォーマンス賞同士が同じグループにっていうのは考えにくいんですけど、研修生歴が長くってデビューも近いんじゃないかなっていうのと、2人ともモーニング娘。っぽいなと思って同い年コンビを見守りたい気持ちがあったんで、一応希望としてこの2人が加入してくれたらいいなって思います。どちらかはモーニング娘。でどちらかがジュースジュースっていう可能性もあるし、これは間違ってたらごめんなさいなんですけど、かりんちゃんって元ジュースジュースの宮崎ゆかちゃんのことが好きやったと思うんですよね。あの勘違いやったらほんまにごめんなさい。やとしたらかりんちゃんがジュースジュースで2代目かりんちゃんはありやと思う。メンバーカラーは宮崎ゆかちゃんと一緒のピーチでお願いします。で最近の写真とか見てたら、この2人の表情が明らかに変わったなって感じてて、ベストパフォーマンス賞を取って自信がついたのか、デビューが決まったからなのか、理由はちょっと分かんないんですけど、とにかくすごく表情が明るくなって、これは何かあるぞって思ってます。オーディションに合格した一般加入の子はそれぞれのグループ1人ずつは入るんじゃないかなっていうのと、ジュースジュースはあんまり人数増やしてほしくない、少数のグループでいてほしくって、研修生から1人と一般加入1人の10人体制で、モーニング娘。はもうすでに12人って多いんですけど、さらに増やしていきそうな感じはしますよね。研修生から2人、一般加入2人とかかな、16人体制あると思います。今年の実力診断テストでもう1人、宮本花凛、尾形梨沙賞を受賞した村越彩菜ちゃんなんですけど、モーニング娘。にもジュースジュースにも名前を挙げていない理由は、
アンジュルムっぽいなって思ったからです。なんでかって言われるとなんとなくなんですけど、今までの実力診断テストでの選曲やったり本人のキャラがアンジュルムに合ってるんじゃないかなって感じてます。はい、ということでモーニング娘。トゥートゥーとジュースジュースの新メンバーについてお話ししてみました。予想っていうより願望ですよね去年の椿ファクトリーとジュースジュースのオーディションの時も同じような動画出してたんですけど、それぞれのグループに加入してほしいって言ったメンバーは全く逆の配置やったんで、今回も紹介したメンバーは違うグループに入るんじゃないかなって思ってます。まあ結局誰が来てくれても嬉しいんで、新メンバー発表が待ち遠しいです。残念ながら不合格になってもこのオーディションからハロプロ研修生に加入してくる子もいると思うんで、また新しい研修生メンバーが発表されるのも楽しみに待ちたいと思います。それでは今回も最後まで見ていただきありがとうございます。また次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。